はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は円卓高校投手でやっていきたいと思います。でデッキの方は、つのちゃん入れて一応コントロール上限アップ102を目指していきたいと思います。なんかパワチャレ用だとコントロール上限がねあればあるほどなんかボーナスがつくみたいなんで、多分査定的には101がいいんでしょうけど、パワチャレの倍率用だと多分102まで上げた方が良さそうですという情報をいただきましたので、コントロール上限は102まで上げていく予定です。で、20単位で、根骨を掴んで、まあ、少しでもね、技術と精神のポイントを軽減していきます。で円卓キャラとしては前回ね、アーサーを手に入れることができましたので、野手キャラではあるんですけれども、モード君をお借りして、この2人を入れてやっていきます。まあ、どーもくんね、野手なんですけれども、まあ、円卓高校で使う分には全然投手でも使っていいと思います。でメリットとしては、まあ、まずね異物が、最初に手に入るというのと、まあ、得意練習が精神なんで投手の練習でも、精神練習として出てくるというところと、金徳がね、不確定ではあるんですけれども、マインドブレーカーが取れるのでちょっと、そちらを狙っていきたいと思ってます。でエンタクルスのマス的にはだから技術要因として、川瀬ちゃん入れて変化球が虹谷と鳴海ですね。でアーサーは2種類練習なんでスタミナがメインになってますので筋力マスが出てきますと。で、技術マスの精神といった編成になってます。ちょっとね精神がきつそうなんだよね。鳴海もミスターゼロなんで結構精神を持ってかれるものなので、ここは虹谷ですね。とあとねやっぱりね虹谷のね根骨がもらえるかどうかってすげえ重要だと思うんですよ。やっぱりね102まで上げていくとなると技術と精神をねほんと使うんで、根骨があるとないとでは相当違うと思うんで、でつのちゃんはやっぱり評価を上げられるときに上げておきましょう。練習でそこまでねつのちゃんの評価を上げていくことができないんで、どうしてもねエンタクルスが優先になっちゃうんで、今のうちに上げられるだけ上げておくと。で、エピックが出てきましたけれども、まだ勧誘がねいないんで、ここはどうしようかな。2人野手キャラをね勧誘できるの結構でかいんだよね、守備メンタルで。あと監督評価も上げておきたいんだけどな、どうしようかな。まあ、ちょっとここは最初だからこっちでいこう。結局こういうのってね取捨選択なんで。で川瀬ちゃんと、でエピック最初のやつはやっておきますか。結局そもそもね俺そこまでねエンタクルスのシステムまだ理解してないんで、体力が減っちゃうけどどうしようかな。2人か、ここ3人か。次エピックを取りに行きますか。メンタルで最初のエピック2つはもう早々に回収していいと思うんですよね。レベル1で叔父と甥の絆、どっち、俺の欠点を言ってみろって確か成功失敗みたいなのがあるんだよね。緊急登板の方か。モードだとなんか打球反応だった気がするんだよな。よし、ここでアーサーもいるんでちょっとこれはメンタルで回復しつつ勧誘もしていきましょう。で異物ですね。あ、伸びくれた。てか球速骨をくれればいいんだけど、ここはもうモテモテを狙っていきましょう。くれ、よし。で角田がまだ全然上がってないはずなんで、いたら優先的には上げていきたいけどどうしよっかっていうところだね。しょうがない、寝るのもありかなこれは。じゃあ、あ、これ派遣しとかないと。担当ちょっと寝よう。ここはで野球選手、これはまあ無難に調子安定を取ります。で忖度の騎士、ここは上にして、まあ、体力回復のね選択肢なんですけど、ポーカーフェイスがね5までつかめるんで、これでポーカーフェイスを潰しておきます。で角田ちゃんはいないんでやる気が下がるけど、ここはもういいでしょう。
で伸びはねやっぱ5まで置いておいていいコツだと思うので、てかまあコツはそうそうくれないんだけどね。これはもう上でいいや。技術変化え20-20くれるんだ。でこれはどうだろうね、止めないで体力回復しつつまあ無難な方でいいとは思うけど、ちょっと待ってね、あー角田がいるんだよね、まだ2だからね。やっぱり告白のところまでは乗せておきたい。1、2、3人介入できるんで、まあ、ちょっと守備練やっときます。よし、もうモテモテだから多分乗ったは乗ったっしょ、多分ね。で金徳は進めていった。あ告白自体は早く来たな。 OKOKOK、 もうあとほっといて大丈夫だね。特に練習がなければ、まあ、デートを進めるといったようなところで、あコントロールの上がりが早かったな。まあいいや。で1、2、一応3人いるのか。タッグを組めるのは2人だけど。で虹谷奪三振はもう3で掴む。なるべくコンコツを掴めるように、まずコツをくれってとこだよね。よしよし、キレ、まあ、取ろう取ろう取ろう。さっき守備練やったから、まあ、川瀬ちゃんのねイベントとかでも臨床ポイントはもらえるんですけれども、キレを潰せるときに潰しておきましょう。うん、ギリギリだな5 これでコツさえくればコンコツがもらえるんで、コネディック回収しようかな。あれいいんだよね回収で。そうだよね、1、2、3人勧誘できるんで、よしここ回収しよう。で次のエピックはやっぱ3まで育てたい。でどうしようかな、ストレート変化球、変化球でいいや。っていうかさ、何だったっけ円卓金徳って。まあかばう。でエピックはここで異物取るでしょ、靴。川瀬ちゃんコツ2か。ここすげえ勧誘できんな。美味しいは美味しいよね勧誘もね。やっぱり後々詰まってくると人が必要になってくるんで、ただまあただまあリリースと勝ち運と、あー敏捷ポイントがないんだ。バント封じも潰したかったんだけどな。まあいっか、まあいっかと言いつつちょっと悩んでる人が欲しい、人が欲しいんだよな。コツも欲しいんだけどな。いやちょっとこっちにしよう。あ対強打者くれたじゃん、まあ、最後も対強打者もらえるんで、まあ、これはやってよかったな。ダメだったか。でこれは何がいいかな。アーサーやる気が下がった。あ打たれ強さっても手に入れた。で変化球、つのちゃんが5つ、2人勧誘で、あエピックは回収しちゃうのか。これね育てたいんだよねこのエピックは。こういうのがあるからな、ちょっとスルーせざるを得ないな。あデートでもよかったね体力的に。でアーサーは進めていきます。まあ、変幻自在を取ります。で変幻自在の骸骨はね角田の通常イベントで手に入るんで、まあ、そこも相性はいいといえばいいっすね。一応ラブパワーが発動してるからな。メンタル、うんやろう。これはコツもあるしね、スタミナとかちょっと無理だな。あと監督評価はねちょっと気にしていかなきゃいけない高校なので、あんまりねエピックとかに集中しすぎると監督評価が足りないってことはありえるんで。これで2つ目か。
で次のエピックレベル1をどうするかな。うまくいけば金徳用のものが手に入るんだけど、ちょっとラブパワーがあるんでここはこれにします。回復してくれ角ちゃん頼む。コツをくれるのは嬉しい。よし、オッケー、もう何でもいい、やる気かっけ。おい、ついたか。どうする、どうする、どうする。すげえやだ、すげえやだから通院しよう。まあ1回で治ったからいいでしょう。虹谷、よし、ここはもうやっちゃおう。まずコツをくれ、頼む。よし、オッケーオッケーオッケー。まず3で、鳴海の2回目は体力が減るんだよね。ミスターゼロっていくつ使ったっけ。心配なのはね、マジで精神で、これは進めていきます。2回目で緩急が手に入るんで。よし、虹下に、あー、エピック回収するか。これで行こう。あれが出てくれれば嬉しい。超お宝探し、よし。で、コンコツも5まで来たな。結構早かったな。ゲー、撃たれた。1か。さて、どうよ。ちょっとどれくらい使うかだけ見る。123か。結構使うね。まあまあ、でも取れるときに取っちゃおう。で、内角も取る。緊急登板も2でいいでしょう。で、対強打者は最後くれるんで、まあ、置いとくは置いときます。さすがに次が来たらちょっと取るけど。で、12月3週何もなさそうなんで復活か。またまた精神ポイントを使うやつだな。ここはデートします。デートしてで、クリスマス、クリスマスもね、選択肢がなんかどっちがいいんだろうねっていうのがよくわかんないんだよね。自分で食った方が多分体力の回復量は多いんだよね。上だと多分ね30くらいしか回復しなくて、下だと50回復する。ただ評価の上がりが違うと思ったんだけど、まあ、評価はね別に。これちょっと微妙だな。体力3下がるのはさすがにきついからな。かといってエピックはね3にしておきたいから、守備かって言ったらちょっと一応1人勧誘できる。こっちで次はスタミナをやってエピックレベルを上げますか。ただ全回収ができるタックが来たら、今日だ、まあいいや、それなりにもらえるよね。そう、それなりにもらえる。どうしようかな。2で3回収しちゃうか。そうだな、やっちゃおう。2で来い。聖杯関係西欧異物か。つい西欧異物って言っちゃうんだよね。カオセちゃんも結構体力は削ってくるからな。よし、敏捷ポイントをゲットして、ま、異物は取っておきましょう。やりか、 OK。 さて、こっからはスタミナか。コツ1、アーサーは勧誘できるな。でもな、体力がなくなるんだよな。ちょっと1回デートしよう。で、次はバレンタインの回復に合わせて練習をしつつ買う。モテモテがあるとマジ早いよね。あ、これ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 ね。で、利用する。マインドブレーカーを狙いに行きます。マインドブレーカーの場合ってなんか依存あんのかな。ちょっと変化球を覚えていきますか。まあ、特にエクスカリバーは取らないんで、フォークをまず7にする。で、どうしようかな。コントロールも上げられるだけ上げとく。で、コントロール初期値55って結構高かったね。やっぱ精神が減ってるね。ミスターゼロ取ったからな。
なるみはもうどちらかといえば経験点が欲しい。牽制とか。で、ここは朝を回収するか。技術か。あ、これで回復してくれるんだよね。で、緩急取りましたと。エピック1か。2でちょっと置いておいて、次は通過しよう。コツ、根性。根性5まで置いとこうかな。何掴んだ。あ、復活か。そうかそうか、復活だよね。あ、ここはね、怖さについて語る。これでね、体力が下がるけど経験点もらえるんで、で次であれだな、バレンタインで回復をしましょう。なんでアーサーを通過する。うん、アーサーはもうマジで経験点だからな。これ誰がいい？アーサーにしとこう。お、養殖くれるんだ。よし、これで槍ゲッ。あ、そっか、バレンタインか。なんだなんだ、2回目のイベントかと思ったらもう終わってたね。そういえばバレンタイン前、バレンタイン前に2回目のイベントが来ちゃったよーってちょっと思ったけど、そうじゃなかった。まあ、ここはこれでいいでしょ。あ、ランスロットね。ランスロットもね、欲しいんだよね。バット封じが来た。円卓ではランスロット結構使えるんで、出たらちょっと取りに行きたいですね。まあ、サクチャレとかで報酬になる可能性はあるけど、ここどうしようかな。監督か。ちょっとやる気下がるけど、監督評価上げられるときに上げておこう。脅威の切れ味はもう取っちゃっていいよね。で、牽制もせっかくだから、じゃあ取るか。あとはバント封じ。何パーセント？ 6% か。まあ、コツもあるし、 やろう。でやる気は次デートをして回復させる。低め、よし。あれ？てかなんで監督でやる気上がるんだ。あ、ここで緩急くれんだ。しまった。あ、しまってないや、まだ取ってないか抑えてないね。あ、抑えてない、抑えてない。危ない危ない。そうか、どーもくんもここでくれるんだったら結構変化球ポイント軽減できますね。よし。で、これどう？抜け目なさ。よし、マインドブレーカーゲットしたぜ。で、マインドブレーカーはしかも3でつかめたな。そう、敏捷ポイント使うんだよね。6。もう1回ちょっとやんなきゃダメかな、守備練を。脅威の切れ味は取ったっけ。脅威の切れ味も敏捷使うんで、そうだね、取ったね。やっぱり牽制の銃が結構でかかったんだよな。特にいいのがねえな、ここ。どうしよう、進めていくか。じゃあコツ2で回収しよう。スタミナレベルが4になれば結構進めるんで。弾持ち、なかなか重いのが来たな。これ回復できれば結構いいんだけどな。うん、まあまあまあの回復量。あ、これ減るんだよね。減らなかったっけ。失敗すると減るんだっけ。下、よし、 OK。 これでかなり掴んだ。よし、経験点も美味しいね。どうしよう、ここのエピックは通過させたいな。変化球レベルを上げていくか。誰もいねえな。ガチで誰もいねえな。もう3月か。ちょっとそろそろでも聖杯関係のエピックを取っていかないと間に合わないよね。だからやっぱり3で取るべきだったんだな。で、これは開けないで回復して、ちょ、これ体力は万全。回収するか。虹谷2。一応進んだは進んだ。秘密がで、秘密でエンタクルスのレベルがアップするから、ここのエンピックは通過させよう。
というわけで虹谷のコツがあるんだけど、とりあえずエースになったな。急速上げとくか。144、148まで上げよう。スタミナが全然ないんだけど、ちょっとこれは通過だな。スタミナ自家げするか。精神がないんでちょっと上げてる余裕がない。で、ちょコツがあるといえばある。虹谷か。虹谷はもう確実にポイントになるからな。3進むけど、ちょっとコントロール、アーサー急速コツはな、もらえればでかいからね。伸び、まあまあまあいいでしょう。で、勇猛果敢掴んで、てかメンタルのドームくんが来ねえな。いや、スタミナはもう無理だよ、これできないから。コツ2をゲットしよう。玉持ちをどうするかだな。伸びは、いや、取れる時に取っとこう。緩急も2でいくか。もういいよね、取って。低めは取ろう。で、玉持ち意外に重いからね。よし、じゃあこれでコツを回収していきますか。メンタルクイックか。敏捷ポイントとかもうねえよ。喧嘩体力が減るんだよね。いやー微妙だ。ちょっとこれはもう早いけど、つのちゃんを乾燥させちゃおう。で、これは下、一応最後のコツ狙いもある。超尻上がりのね、骸骨が回収できないと。これもまた精神を使うね、まあ、逃げ玉もね。じゃあ回収できるかって言われたら、それはまあ微妙なところがあるんで。よし、これはもう回収できるところでどんどん回収していこう。ほい、おくれるね、アーサーくん。リリーフ、まあしょうがない、一応試合には出ておこう。4はさすがに掴むべきではな。70使うのか。でも打たれ強さ最後まで掴むのに、やはり精神不足に悩まされるな。クイックもな、せっかく掴んだといえば掴んだんだけど、誰だ、危ねえ。これ一気ちょっと外へ外す。よし、最後の自責点ってさ、俺2だ、2じゃねえ、1だったら俺、あ、0だ、まあ、これで監督評価もう大丈夫だね。というわけで、もう残りがだいぶ少なくなってきちゃったんで、いけるところはガンガン取っていきたいと思います。ほい、クイックまた来た、打たれ強さも来た。まあいいや、これで打たれ強さも気にしなくていいからね。これは教室、なんとなくなんかある。あ、火消しくれんだ。でもどんどん回収していこう、エピックは。ほい、あれ、まだ溢れないよね、大丈夫だよ。変化球がちょっと怖いんだけど。エピックの秘密なんだっけ、聖杯のありかから先にやろう。人がいるか、そもそも自然体で挑む。よし、回復で精神、どっちだ。聖杯のありか、これだね。で、これもまあ人は少ないっちゃ少ないか。で、今のうちにじゃあどん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 回収をして全部レベル1に戻そう。変化球があふれる。フォーク、なんか77に上げた方が査定的にはいいらしいっすね。あんまり好きじゃないんだけど、特に先発タイプは。抑えとかだったら77でもいいんだけど、やっぱりね、先発は3球種欲しいんだよねって思い球。
でもこれは関係なしと。でメンタルエピック1でいっか。戦士の球速2、あれ玉、割とコツくれんな。コツ11か。どうしようかな、次終わるんだよね。ということはよ、これは寝て回復っていうのもありだよね。次に備えて無理やり進む必要はないと思うんだよな。ちょっと待って、スタミナはいいにしておこう。寝よう。寝るか精神かって言ったらどっち、一人勧誘できんのか。もう寝よう。でこれで聖杯のアリカの次が出るんで、てかもう6月2週じゃん、間に合わねえわやっぱり間に合わないわ。あそこで取れなかったらやっぱ間に合わないね。じゃあ回収していこう。西谷ほい、打球反応4色。聖杯自体を手に入れてないから、やはり聖杯のありかが早めに来ないとちょっと無理だな。でここはもう全回収に挑みたかったんだけど精神が足りてないから、ちょっとこれにしよう。もう一回練習できるね。最後にタックが来てくれれば、ちょっとこれは体力減らしたくないな。見に行かない、げっ、体力が減ったまあ上はね体力回復する可能性はある。げえ来てねえし。じゃあちょっとでも精神稼いで、でメンタルで回復して、からのからのよ、敏捷よ、マインドブレーカー OK。 手応えがじゃあ取れないな。これはあれ玉掴んで、ちょっと待ってね、先に100にしておこう。足りん、とにかく足りん。でここはもういいや、打ってこう、ガンガン打ってく。お待たせいたしました、結局金徳も1個復活だけだったか。ちょっと精神ポイント的に足りるかっていうのはあるけど、俺だ、ミート G、 しかし打つかすったな、危ねえノーアウトじゃん。あんまり点を取りすぎると試合が終わっちゃうからね。もういいでしょう。ちょっと待って、これ終わる。7、8、9、10、まだ終わんねえか。リベンジ持ってる、リベンジならず。岸田くんか。いやこれでホームラン打っちゃうと終わっちゃうから、もういいや。このまま終わってくれ。いけ、点取られてるし。リジタリに変わってた。スタミナがないからね、そもそも。コツ、技術がないんだよな。まあいいや、スタミナ4上がったか、結構でかいね。これってさ、スタミナ練習レベルが高い方がさ上がりが多いとかあんのかな。そこがよくわかんないんですよね。ちょっとメンタル、これは、まあ、なんだかんだで技術も足んなくなってるけどね。いやこれなんか全部金徳回収できなそうだな。お待たせいたしました、石塚君8番が弱いな。ツーアウトランナー1塁2塁と関係ないけど、初球から打ったヒットになります。円卓1点先制で俺か。石塚タイムリーヒット、円卓なおもチャンスが続きます。第2球投げました、
アウトコース高め外れてもナックルは3か。第3球を投げました、打ちました、ヒット、センターからセカンドへセーフ、二塁はセーフ。クリモミートがすげえ。さらに1点追加、2対0、初球打ったフェンス直撃。え、2番やべとか、あ、そうだね。栗本タイムリーツーベース。円卓、なおもチャンスが。いや、カットボールか引っ掛けられたな。アウト。スリー。さあ、追加点のチャンスを迎えました。村彦何持ってるんだ。ランナー二塁という場面で村。すげえ。すげえ。いい守備だったな今の。続きます。投げました。打ったこれは強烈。一旦入った。円卓。え、俺投げてた最後まで。やっぱね、これ最後まで投げ切るっていうのは結構重要だからね。ポイント的に。スタミナだな、ちょっとスタミナ上げていくか。なさすぎるからね。どっちかっていうと技術が足りなくなってんな今。コントロールやるか。でも次は精神やんないとダメだから。来い、もうこれでいく。で、じゃあコントロール結構59とか使うんだ。60、60、120使うんだね、101にするのに。じゃあこれでコントロールは OK ですと。あれ俺2球締めなんだっけ。技術不足で上げらんねえ。総経験点的には円卓ってどれくらい出るんだろう。お待たせいたしました。9000超えくらいかな、こう普通にやって通常時。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で細い打ちました。これはセンター円卓追加点のチャンス。まあ後の方の高校だからね。まあ昔はね、もうとにかく9000を目指すっていうのが一つかなりの目標だったけど、普通にやって9000前後っていうところだった。うまくいけば1万いくみたいな。円卓1点入りました。5対1。先ほどタイムリーを放っている鈴木、初球を打った、ショートバッシュ岸田、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。間違えた、シュートの方が変化球にスライダーかと思った。さあ次の投球、もう第3球を投げた、打ちました、痛烈、いった、ちょこちょこ点取られるよね。で次だからメンタルやって、いやここやりていいけど無理だよ。てかどーもくんのメンタル練習が来なかったな、一回も来なかったよね。で変化球ポイント、適切時代取ろう。余らせてもしょうがないし、重い球、超尻上がり、根性が取れそう、球持ち、いや技術が足りてないわ今回は。技術不足に陥ったか。まあちょっと川瀬ちゃんだけだからな。お待たせいたしました。結局ね、何かは足りなくなるんだよね。ワンアウトランナー二塁という場面で4の6だから。初球引っ張った、切れていきます、ファール。経験点は4種類で、マス目的には6に入れられるんで、どっかの2つがね、どうしても1種類だけになっちゃうんで。ここはうまい守備に阻まれました。第9投げた、ストライク、ブンブ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打った、これはいい当たり。お、入った、ギリギリ入った。ボール直撃クラスだったか。こいつ、こう村井くんがさ、何を持ってるんだ、合格打法かパワーヒッターかフルヒッターかなんかだよね。ミートが高いね全体的に。OK、 インフィールドか。こいつアベレージヒッター持ってるし。おお、フィールダースチョイスやった。石塚君はね、さすがにしょうがないけど、多分守備特化なんだろうな、 FEF って音は。第2球打った、引っ張った、取った、岸田、スタートを切った、石塚、ライトへの犠牲フライ。円卓、まあ、こいつはしょうがない。点追加、4対0。打ちました、初球打ち、ライナーだ、レフト前ヒーで、栗本とかね、ミート A だしね。円卓、なおもチャンスが続いています。初球打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4
お、いいね、0点に抑えても虹谷に変わってるからね。最後に何かのタッグが来てくれてる。よし、コントロール、おいしいな。さて最後バンプか。そういえば聖杯を見つけてないんで、ってことはシルバレだな。めんどくさい、めんどくさいシルバレ。こう変化球ポイントも若干足りてないか。77くらいまでは行きたかったんだけどな。お待たせいたしました。5番円卓先生のチャンスです。ミート開いていきます。2塁という場面で関野、今日の第1打席はスイング、左下に落ちるのか。投げました、打った、宇宙間へ上がった。おーやべ、早いね、さすがに早い。2点取られてる。円卓同点のチャンスを迎えました。走ったか。やべ、2塁という場面でインコース引っ張った打球はライト右、円卓同点2対2。で岸田は狙ってくる。タイムリーツーベースヒット、今日初めてのヒットになりました。バンプここは引っ張りに警戒します。こいつ打たれ強さ三角だったんだ。投げました、打ちました。今無理か。関野はパワーがないよな。ランナーは2で変わりません。初球アウト、全然ダメだ。最後2点取られて、ここだ二見。ここそして一般人で待ってる。ゲー、超際どいとこ投げてきた。154キロって早いな。よし、まず1点。さあここで強気、お強くね。待って待って待って、これは切れる。よし、ただやる気がない。うお、いいとこ決めてくる。投球は3球目、投げました、ボール。投球これから4球目、どうだ、超えるか。よし、超えた。ヒット、2人目、OK。で栗本、お前のミートのデカさを見せてやれ。打ちました、初球抜けた。前進守備だったからか。優勝決めました、甲子園大会を見事に。誰だこいつ。全然わかんないやつが中心にいるな。さてまあこれでどれくらいいくかだよね。聖杯って手に入れてると最後30ポイントくらいもらえるんだっけ。まあ一応ちょっと先発にしとこう。あんまり先発の適性って感じじゃないけど、ここさ手応えもらえるんだけどさ、臨床ポイント多分足んないよね。7600か、全然いかなかったな。いや、円卓はもう苦手なんですよ本当に。じゃあちょっと金徳関係から先に抑えていきたいんだけど、まずコツを掴んでるこれでしょ。勝つか、まあ取ろう、せっかく入手したから。で超尻上がりがじゃあいけるかな。あ、いけるね。で変化球150じゃさすがに覚えられないから、特能に振りたいんだけど、まずじゃあこれ根性、いやー待って、ちょっときついな。要所3一応掴んどくか。じゃあ火消しね、打たれ強さもじゃあ1だけ掴んでおいて、筋力が余ってんだな。じゃあスタミナは D にしよう。あと取れる玉持ちか。じゃあはい。で筋力と変化球がちょっと余っちゃったんだけど、余ってもったいなかったんだけど、もう無理だよね。とまあこんな感じか。一応これでもコントロールが102まで伸びてるから S8 はいくんだ。1234567、あれ1234567、そうだよね。プラスで復活を取ったんで、まあ、もうちょっとでも経験点稼ぎ出せれば、まあ、コントロール上限アップすればなんか SS とかも、まあ、見えてきそうな感じはしますね。ただ俺本当に円卓苦手なんで、なんか今の感じだと9000いけるかっていうところですね。うん、まあそんな感じで、じゃあやっぱりね角田ちゃんは強いのと、どーもくんは
投手でもマインドブレーカーを、まあ、不確定ではあるけどくれるので、まあ、円卓で入れるのはかなりいいんじゃないでしょうかというところですね。まあ、そのわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。